はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト6を続けていきたいと思います。前回ね、隠しダンジョンの先にデスコッドって場所があるんだけど、そこの井戸の中にまさかの大穴があってね、その奥に行ったら、あ、やべ、トヘロスをずっと使ってきたんですけど、トヘロス使うと敵出ないんで、まあこのようなね、モンスターがわんさかいるわけですよ。それで一番奥に行ったらヘルコットって場所があるんだよね。デスじゃなくて今度地獄になっちゃってる。で、そこになんか住人みたいなのいいんだけど、そのすぐ先なんだよ。で、宿屋があるんで、ただ高いよね。ぼったくりもいいとこな値段したいね。確か3000とかじゃなかった？お。ちょっとアイテム整理とかしていった方がいいかな。あ、ここね。はい、ここはヘルコットのお城ですってね。そんなんないからね。まあ、とりあえず、あ、アイテム整理してから来ればよかったな。あ、ちょっと整理するね。はいはい。はい、何？まあ、これで万全なんですけど、ここにさ、ここへ来たものはまず王の裁きを受けることになってる。さあ、入ったということで、これ話してないんだよ。戦いかもしれない。もしかしたら。どうかわからん。おや、お前たちはまだここに来る時ではないぞ。どっから入ってきたのだ。ここに来る時ではないぞ、って。こう、地上から来たと思うすか。お前たちなら、あの二人を倒せるかもしれない。なんだ、あの二人って。実は最近、ある男女の二人組が、ここへやってきたんだが、その二人が反乱を起こしおったのだ。ピサロとロザリーじゃねえだろうな。もちろん兵士を差し向けたが、不思議な力を使ってくるらしく、全く歯が立たなかった。そこで頼みがあるんだが、その二人を倒してくれるのか？もちろん礼は弾むぞ。奥にいる兵士には話をしていくから、準備ができたら行くがよい。え？王より話は聞いてます。どうぞお通りください。なーにー？やってくる最中にさ、ちょっと思ったことあって、行ってない場所まだあるんだよ。なんで外になる？ビッグバンの方が賢いかな？なんだっけ、大灯台とかもまだ行ってないしね。あそこにもなんか行くかもしれないじゃん。でもドラゴンって全部倒したから、いっぱいドラゴンいたじゃないですか。あれを全部倒したからのエターナルドラゴン出てきたんかなと思って。ってことは、そういうところにドラゴンとかいんのかなと思ったんですよね。あ、天空の剣使うと思ったらもう一番最後だからコマンド間違えたら終わりなんですよね。でもトヘロス使ったら敵出ないもんね。これをやろうと思ったら間違えた。でもレベル上げたいよね。これ使いながら来たんだけど、だ来るのと大したことなんだ、あれなんかないない。ああいうとこ見るとさ、なんかありそうだよね。まあ、一個あるから宝であんのかな。力のルビー。でも新しい場所ではなる
長井だ、待て。貴様らもロザリーを狙ってきたのだろう。切り捨ててくれるわ。はぁ、いた。いた、いた、いた、いた。いました。田舎通り。どんぐらい強いんだろう。ね、全体行くんだ。マヒャド斬り反対から来たんだ。ではまず攻撃。ピオリムかけとこうか。スクルトもかけたいの。ああ、そうでもないな。やっぱこっち先なんかな。だからクリアした時にこの井戸に気づくわけないじゃんね。こんな最初入って何もなかったんだから。ルカン。スクルト。お今な、バグったと思った。なんだ。ドンってな、今一瞬焦ったんだけど。帰っ、あ、そうですか。なんであんなダメージ低かったの？仲間入るよね。おう。一瞬焦っからやめてほしいんですけど、あとは、クリフトやることないね。ってことは、待て待て。凍てつカード使ってこないよね。ってことは、あ、そっかそっか。そっか、今クリフトか、持ってんの。なんだっけ、リホイン。間違えた間違えた。シンシア一番後ろいる感覚でやってた。でも大したことないよ。自分にもかけとくか。まあでもそんな苦戦はしないね。ルカに使いたいんですけどね。ルカに使ってからやめて。ザラキーマだけはちょっと勘弁。ほいに、まあベオマナでいい。おデスタムーアの場所じゃん。ドーンってなると下がるんだね、攻撃力。なんか出してきた。なんでそんなん出すの？スラとかしか効かなくなるよな。そうなってくると。
だから。そっか、クリフトに、ああ、まあいいか、ビッグバン。これほんまだ。スクルトやりたいけど。あ、もうダメだ。不潔化波動でどうにもなんないかな。静寂の玉とかさ、あ、静寂の玉使ったら、だってそれ、あ、そっか、意味なくなるのか。スクリプトであげたいな。ありな、ダメだね。ギガスラやろうとして間違えちゃった。マネマネ。ほら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 、はい。黒い切り返し。で、黒い引き出してきて、あっちも下がるでしょ、攻撃力なの、なんだの。え？今、すげえラッキーと思った。やった。オリハルコンって。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだここ。これロザリーじゃん。話しかけ、これ出れないかな。戻れんだ。戻ってセーブした方がいいかな。いけんじゃん。いけんじゃん、エルコットって。嘘だ。ちょっとセーブして見ようか。宿、まああれ仲間入るじゃんね、絶対ね。先ここ来るべきだったんか。だっていると広がるもん、これで倒せる範囲が。でもこの状況でここまで行ったって結構すごいよな。そしたら、まあやり方分かったからかもしれないけどね。
さてさてさて、さて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 、こっからなんだ。いや待て、先にここ話すべきなのか。倒しはしたんだけど、あの奥に行かないと結局はイベント進まないんだね。あら、あなたたちは誰ですか？ピサロ様は生きている人間ということは私をさらいに来たんですね。ですが今の私にはこの花があるのです。そう簡単にはいけませんよ。嘘！ちょっと待て、ちょっと待ってね。リセット。はい、ここまで来ました。ここ気になる。なんだよ、結局開かないのかよ。この花がある、どういうことだ、どういうことなの。戦うのかな。一旦ここで切っていいですか。セーブしてきたんで次回やりやすいよね。なんか戦っていいのかどうかわかんない。とりあえずピサロがいましたね。で倒してその後どうなるかですよね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなんしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。